して病に当たった時に、まあ、1万2000ぐらいの、ね、出費になる可能性あるじゃないですか。そこまで、そこまでのリスクを負ってどうほどではないなと、でもよくよく見てみれば本当安全な道があるんじゃないかっていうのを一応全部確認した上でやっぱり無理っていうふうに判断したわけですね。瀬戸熊プロもどうですか、はい、プレイヤーだったら、はい、もう1000点1500点払うのは嫌だ、逆にくれみたいなところで頑張るんですか、はい、そこは僕ここデータあるんですけど、はい、一番転廃率は高いんですよね、あの過去に出た人の中で流局した、はい、流局した、うん、だから結構粘る方なんですけど、さすがに今のローピンは僕もちょっと追っかなくていけないですね。まあ場面はね、はい、場面だけ切り取るとそうなんですけども、まあねはい、やっぱりもう頑張り癖がついてるんですね。そうですね、はい、今回水巻チャンスですよ。水巻チャンスですね、ドラドラの本一ですね、でトーン仕掛けて、はい、ハネマンもありそうな、うん、あのセオリーとしてもなんちゃなんで親の動きを制御するために一色手に走るっていうのはセオリーにかなってますね、うん、あなるほどね、はい、逆にペイチャはあの親制御できない上に親のツモ回数増やすんで、あまり泣かない方がいいって言われてますね。そのセオリーは、はい、結構守られてるもんですか。まあ、大体本当に守ってる人が多いんじゃないですか。ドラゴンこれでね、何でもハネマンになった、しかも十分系、うん、これは決まりそうですね。名前の例えば数層がもう、ね、いつ出るか、まあ、ドラが嘘なんでね、はい、あでもそんな、おお、これはまだ想像の本質には見えないかもしれないですね、あっという間に転廃だ、うん、久渡の急走どうでしょうね。しかも水巻さんの場合高い手も仕掛けますけど安い手も仕掛けるんで、ああここ読みづらいですね。なるほど、はい、これが例えば藤崎さんとかのポンだったらあのどっちかに染まってる可能性はあるんです、うん、おー染まった3000すごいツモでしたね、うん、これは酸素引いて急走、これは気持ちいいですね、うん、強烈でした。3000、6000ハネマンの上がり水巻渡る、まあ、山井さんの考えは多分あの無理に転廃しなければよかったなって思ってますよね、うん、はい、そうですか、面前で転廃した時だけ転廃ってあければよかったなと、うん、